どうしたんですか今はいとかって、ね、あの僕の声よりも今あの星野 P の声の方がでかかってちょっとびっくりしたんですけど、はい、大丈夫ですよね OK ですか、何を言うか忘れましたよ大変お最後です金曜日の夜7時今日はね、はい、もうぴったりの時間でねそうですねぴったりでしたねスタートして本当地上波のテレビじゃないのかというぐらいでしたけども、はい、いきなりプロデューサーの声が入っちゃったといういやー面白かったなまあね今日はあの正直言うときますよ、はい短いです、はい、っていうか、はい、短くしてくれって言われました、うんはいまあ、試合がなかったというのと、はい辻尾さんのね、はい、あの相方であるホワイトボードもだからないという今日はないですもう、はい、ないの初めてでも辻尾さんだからさっきまで怒ってたよそうですずっとこんなの始まるまで怒ってないですあの人間ってようできてるよね最初誰も見てないなと思ったらこんな感じだったのにほんでじゃあ入りますよって瞬間に行くわいやそんなことないか結構落ちたよ何か、はい、大丈夫みんなハプニングが、はい、大丈夫です大丈夫ですか頼みますよ本当もう何もないように行きたいんですから、はい、そうですね何もあの滞りなく悪いことがないようにこの後半戦は行きたいと思ってますので、はいはい、ですね改めまして大平正彦ですよろしくお願いします、さあそしてはいアンバサダーの辻尾慎二です今日もよろしくお願いしますお願いします、はい、さあさあそしてはい北陸アイドル部のアクティブガール辰こと辰巳みくるですお願いしますはいお願いしますあの長崎戦がね、はいはい、まあ中止になってしまいましたけれども、はいはい、あれ考えてみたら朝から夕方にかけての、うんうん、もうあの雨がすごかったですちょっと大変でしたよね、はい、いやピッチも結構いつも水たまらないんですけど、結構水浸しになってたので、まあ、ちょうど良かったかもしれないねだからあのもう結果的には、うん、あの長崎さんの方のちょっと陽性者の数が増えて、はい、あの規定の人数までいかなかったということが中止の、はい、状態だったんですけれども、はい、あの雨だけ見てたら、うん、そらこの雨やったらなくなるわなと思った方も ね, そうですねたくさんおられると思いますけど、うん、実際用意とかもされてましたもんねもう用意してたので、うん、まあ土砂降りながらみんなで雨に打たれながらいろいろ片付けたり、ね、片付けそうだからあのあれですもん、うん、あの先ほどやってた水源 TV の、はい、あの収録がまさに中止決定があってすぐにしたんですよね、うん、そうですね、はい、そうなんですねでじゃあこの後片付けに行ってきますって言って、うんもうあれもうカッパとか着てられないですよ、うん、もう逆に全部ズブルネの方がもうスポンボンスポンボンじゃないちょっと捕まるんで多分でも裸足とかの状態ですよね裸足でやってると思いましたしねいや、はい、もう本当にあの遠くから来られてる方っていうのは、うん、実際にもうね家を出られたっていう方もおられたと思うんですけれども、うんはいまあ、こういう状況やったんで、うんまあ、あのちょっとお許しようということでね、はい、その代替の試合が9月の6日、うん、これ火曜日になったんですね、はい、珍しいですね珍しいですね火曜日はでも長崎は明日の試合も、はいまあ、一応また陽性者が出たということで中止ということで、はい、ちょっとコンディションも ね,、うん、そうですね心配になりますけどす、ねうんだからうちとしては早めにやりたかったということで5月6日になったんですか、まあまあ、それもあるかもしれないですけどねまだあのその前に9月3日がホームなので、ええええ、ホームの方が間短い方そのあとアウェイなのであなるほどアウェイに向けては間空いた方がコンディション整えやすいです、ね、そういうことですよね、はい、だから中普通かということで、はい、あの選手は大変かも分かりませんけど、はい、我々にとっては楽しみが、ね、ちょっと熱い試合がそう見れるということで、まあ、あの平日火曜日のナイターということになりますけれども、うん、あのこの長崎での大会試合、はい、ぜひとも仕事とか学校が終わった後、新学期始まってますけれどもね、はい、あのお越しいただきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあそして今日の天の声さんのことが心配だったから、うんはい、星野 P があっていう声が出たと思うんですよねさあ今日あ違いますかあえああそうか、そうか、そうか、そう、そこ座ってるからなんか隣で見守ってるってことですかなるほどじゃあ今日の天の声さんお声くださいはい天の声です
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はもう天の声っていうか、保護者、保護者、保護者です。そうそうそう、はい、通常はね、天の声をしながら、はい、PA のこのミキサーとかもやってるんですけども、うん、今日はちょっと余裕ぶっかました感じでね、あのマイクの前にこうボーン落としてますけどその横にいる、はい、今日は PA の女が、はい、はい、ハイダですハイダさんめっちゃ緊張しますね。マスク取って喋ろうと、マスク取ってマイクに近づいてマスクもう一回してハイダですってそうです、ちょっと今日初めての体験なので緊張してます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこうそのね、はい、見守ってる、うん、あのプロデューサーと、はい、あの天の声さん、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。さあということで、あの実際ここからまだスタートして5分なんですけど、うん、もうここから振り返りっていうことなんですけども、はい、今日ね、はい、振り返りないって言いましたよ ね、 ね、はい、あの辻尾さんのボード解説もない、うん、ないですね、はい、でまだ5分、はい、今日目指せ30分、はい、収まりそうです、ね、収まりそう、ほら、はい、30分負け負けって言ったら次めちゃくちゃ喜んでるんでここからちょっと自己紹介もう一回いやでも今日はね、はい、あの杖芸フューチャー、はい、ここをちょっとしっかりと ね、 うね、うん、もうさせていただきたいと思いますんで、うん、はい、もう今からはねもう過去を振り返っても仕方がないんで、はい、ちょっと、もうね予習、はい、ということからさせていただこうと思います、はい、さあ甲府戦明日ですね、はい、明日です。明日の甲府戦はここは何としてでもアウェーですけれども勝ちたい、はい、強いですよ、強いですね、はい、ここまで9勝14分け9敗、勝ち点41で、まあ、14位ということなんですけれども、はい、直近7試合打つとはもう全然対照的に負けなしということなんですよね。引き分けはまあ多いんですけど、引き分け多いですね、はい、さあ J2 での通算対戦成績が2勝1分け6敗ということで負け越しています。はい、さあそれでは各種スタッツと注目選手順番にちょっと見ていきましょうか、はい、このように今は出てたのはあの過去の対戦成績ですけれども、はいはい、じゃあ甲府のチームスタッツをお願いします。このようになっております、はい、シュート数、ペナの進入回数、はい、支配率ともに一桁、うん、そうですね、そのあたりやっぱ ね、 はね、はい、攻撃的なスタッツが出てますね、うんうん、はい、どういうタイプのチームになりますかね、まあ、どちらかというとボールを保持しながら、ボールつなぎながら攻め上がってくるようなね、はいはい、印象はありますけどね、はいはいはい、やっぱクロスとかセットプレーからも失点っていうのがちょっと多いですか。そうですね、多く出てますね、うん、はい、逆にショートパスからゴールっていうところで中でのコンビネーションを使いながらっていうのはね、はいはいはい、注意したいところですけど、あとは、うん、そうですね、前半戦は3バックの、ね、ストッパーの選手が上がってきてやられたので、そのあたりどう捕まえるのかっていうのもキーポイントになるのかなっていうところですね、うんうん、そうですね、はい、まあ、杖芸の方も徐々に選手は戻ってきておりますから、はい、まあ、この1回中止になったっていうのが、うん、まあ、基地と僕は出ると思いますので、うん、はい、出ると思います、いい結果を出してくれると思います、はい、さあそんな中甲府の注目選手を見ていきましょうか、はい、こちらですね、背番号41番ですね、長谷川選手ですね、長谷川元輝選手、うん、はい、現在まだ23歳、うん、若手ですよ、はい、そうですね、大卒2年目ですかね、今、はい、でまあ、攻撃的なポジション、まあ、352のシャドウですかね、に入ることが多いんですけどね、やっぱりゲームメイクっていうところでは彼は要注意したいところですよね、いや、ここはちょっと捕まえたいですよね、はい、そうですね、さあ自由にさせてはダメです、はい、さあそれでは杖芸金沢のチームスタッツをご覧ください、はい、さあこちらですね、まあ、変わらないですよね、そうですね、試合もなかったですからね、はい、さあでも、もう相手に先制されるとちょっと勝ちがないというところのデータが出てますから、はい、ここいかに耐えて先に選手権を取るか、はい、もうそこですね、もうここに尽きると思います、はい、さあそんな中調子をぐい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 上げてきてる選手が一人いますよ、はい、さあ注目してみましょうか、うん、さあ松本弘也選手、はい、まあいい形でねちょっとアウェーで負けましたけども、はい、ゴールちょっと取りましたしね、取りましたよね、まあ、あと藤村選手が出場停止というところで、うん、まあ、松本弘也選手とあと小野原選手がおそらく、ね、うん、ダブルボランチに入るというところで、はいはい、まあ、藤村選手に代わってゲームメイクというところは、うん、はい、期待されるところじゃないですかね、うん、そうですよね、はい、ここはちょっとしっかりとチームをね、はい、まあ、立て直すというか、はい、作り上げていってほしいですよね、うん、そうですね、さあということで、はい、ここで我々もちょっと予想の得点、はいはいはい、この時間帯に来ると早いですね、ちょっとなんか狂いますよね、はい、早いなって感じしますね、うん、
もうどうします、出します、はい、まあまあ出しましょう、出しましょう、すいません、あの、はい、皆さんの、あの得点予想、はい、そんなことばかり言うから今カメラがパーンってなりました特選得点予想もちょっとね、はい、お願いしたいと思いますけれども、ね、じゃあどうしましょうかね、う今日僕からいきますわ、あ、あの、ちょっと変えることも大丈夫ですね、あ、そうですね、流れ変えましょう、さあ8月最後は買って終わるでということで、はい、僕はもう、やっぱり2対1、うん、まあ、アウェーですから1点の失点は仕方がない、うん、でもなんとかこう立て直して2点取って勝利するんじゃないかと、うん、はいはい、この勢いをね、うん、そのままちょっと次にも持っていきたいと思いますんで、はい、でもなんで俺この写真なんやろ、ますね、めちゃくちゃふざけてるとしか見えないんですけどね、はい、はい、こんな人おるよな真剣な顔してても全然似合わないさあそれでは今日は辻尾さん次行きますか、行きますか、うん、はい、僕は 1-0、 もうとにかく0で抑えて、うん、またここで自信を取るもとしてほしいというところでね、まあ、どんな形でもいいので、まあ、セットプレーでもいいですし、うん、まあ、1点取ってほしいというところですね、うん、そうで 1-0、はい、まあ、勝利勝ち点3を取ってくる、はい、さあタッツ、はい、じゃあじゃん、あ、4-0で初心に帰ったね、そうですよ、シーズンの初めはやっぱり 4-0-4-0 言っててすごい調子も、ね、上がってたので、ね、もうここは初心に帰って 4-0 にしてみました、うん、なんか途中やっぱりタッツーがブレブレ始めてからおかしくなってきたから、そこかもしれないですね、なんか、はい、狙うな、うん、今もそうですね、もう基本的にも 4-0 で、はい、期待の気持ちも込めてやっぱり、はい、そして0点で抑えてほしいな、そうお願いしますよ、はい、さあそれでは皆さんの得点予想をちょっとお聞きしましょうか、はい、天の声さん、はい、ですね、その前にごめんなさい、うん、はい、リセルさんからサイトいただいてます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、甲府サポーターさんです、お、明日はよろしくお願いします、いい試合にしましょうと、おスパチャいただいてます、ありがとうございます、もう俺ね これが好きなのよ、うん、このスポーツでなんかこう試合中、まあ、戦ってるのはスポーツのルールの中で戦ってるわけで、いがみ合ってるわけじゃないんですよ、うん、そうですね、これはね、はい、だから始まったらその戦ってる応援するチームをまさに一生懸命 100% で応援する、はい、でも終わってしまえばサッカーファミリーなんですよね、そうですね、結果は関係ない、素敵、素敵です、リセルさん、ありがとうございます。さあその他どうでしょうか、得点予想はですね、はい、1-0-2-0 が並んでたんですけど、うんうん、タッツーが 4-0 って出した後に 4-0 来たって、じゃあ 4-0 でって4-0 も今日はね、来てますよ、まあね、そういう気持ちでね、気持ちで、はい、うん、もう打つシュート打つシュートが全てネットを揺らしてくれるという、はい、そういう気持ちで我々は応援したいですよね、うん、はい、その他にはまだ今日は来てないですね、スパチャは、はい、リセルさん、ありがとうございます、ありがとうございます、まあ、相手は本当に強いです、はい、手強いです、はい、でもそこをやっぱりこの悔しさをバネに選手たちやってくれると思いますので、はい、我々もサポーターとしてね、はい、一生懸命応援しましょう、はい、さあそれではここからは企画枠ということになりますか、はい、大丈夫ですか、なんかそうそうしますね、なんか星野ピ忙しすぎてちょっと三半期間おかしいですよね、あれ今平地でつまずいてます、つまずいてましたね、大丈夫かな、さあ企画枠ということでようこの時期に選手のインタビューをしたなと思うんですけども、はい、うん、これは皆さんに必見です、はい、小野原選手のちょっとインタビューコメントが届いてるということでご覧ください、監督に言われたことをどれだけピッチでみんなが信じてやれるか、シーズン初めに比べて今すごく試合を出てるメンバー出てないメンバー関係なく全員が前以上にこうガツガツやってていいトレーニングができてるので、うん、誰が出ても変わらないとは、うん、もう多分相手どうこうとかじゃなくて、うん、自分たちが絶対に勝つ、うん、この状況を抜け出すんだっていう強い気持ち、それが一つ一つのこう局面で見れたら必ずいい結果になると思うので、監督に言われたこと練習でやってることはやるのはもちろんなんですけど、多分もうこうなったら最後はもう気持ちいい部分とか一歩が出るか出ないかとかそういうところの勝負になると思うので、そこは負けないようにしたいなとは思っています。特徴はしっかりいい球が蹴れる
シュートも負けちゃうし、今回キックがすごくいいキックになるので、速くていいボールが上がってくる、すごいいいボール蹴るなっていう印象。クソ生意気な後輩、全員投げられてると思う。挨拶は教えてるんですよ。おはようございます、小野原先輩って毎朝言われてる。やっぱり最後、きつい場面とかで一歩が出たりするのは絶対にそうだと思うので、多くの人にスタジアムに来てもらって、たくさん声かけしてもらえるような試合を、今負けてるんで、しっかりサポーターの皆さんに見せれる熱い議論をしたいなと思います。うん、いやー、小原選手ありがとうございます。本当に、いや、本当にね、こういう状況だと、やっぱり選手としてはやっぱりこうコメントもしにくいし、ね、ちょっとこう画面に出るとかっていうのは、ちょっと勇気というかね、正直ちょっと出たくないな、勝った後とかの、そうですね、だとね、出やすいんですけど、いやー、本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう僕ね、小野原選手のここ大好きなんですよ。熱いですね。聞いちゃいますよ。分かってますよ。分かってます。分かってます。はい、もうハートがすごい好きで、はい、以前なんかこうちょっと負けがこうガッとこうね重なってきた時に、うんうん、サポーターのところに挨拶に行こうかなっていう時にやっぱりちょっと足、歩み方がちょっと遅くなるじゃないですか、選手はどうしても。その時にやっぱりもうスッと前に行って選手を早く来いっていうような動作で促しているところなんか見たら、いやー、この選手ハートめちゃ強いなっていう、そうですね、だから次に期待ができるなっていう思いがありますからね。ちょっと期待できるんちゃいますよ。もちろんです。今パフォーマンス本当にいいですから ね、 藤村選手次出場停止ということになりますね。そうですね、出場停止なので、おそらくほぼ間違いなくスタメンでね、ボランチのところで出ると思うので、またガツガツしてボール奪い取ってほしいですよね。なんか今となってはちょっとこのチームの、この輪になくてはならない選手というイメージがありますし、そうですね、投手がいいよね、こう女子から見て、こういうグイってくる選手ってどう？あ、グイグイの方がいいと思います。あ、グイグイの方がいいの、なんかタッチだとすぐにやらしく感じるのは、なんかこの1ヶ月くらいだったらなんかそんな感じになってるんですよね。やめてくださいね。クワガタの話ぐらいからね。クワガタからそうですね、おかしくなっていただけば。まあでもいいよね、引っ張ってくれるっていうのを、松本ひろや選手のことをクソ生意気な後輩っていう。面白い。松本ひろや選手の下なんですね。そうですね、生意気な後輩じゃなくて、クソついてましたからね。ついてました。でもまあそのあたりが雰囲気いいっていうのがね、伺えますよね。でも、それを言えるっていうことは、やっぱお互い認め合ってるっていうことで、この二人がボランチのコンビを組む確率高いでしょ。そうですね、これはちょっと頑張ってほしいよね。そうですね、さあということでね、もう次節は明日ですから、皆さんぜひともね、応援の方よろしくお願いします。お願いします。さあ企画コーナーをお送りいたしました。はい、さあそれでは今日はここにたんまりと時間をかけたいと思います、ね、プロデューサーね、長くなるよ。さあいいですか、いきましょう。制限フューチャーサポーテッドバイ人形の堀川。今日はもちろんこの話題からいきたいと思います、U15 の全国クラブユース選手権、制限金沢はなんとベスト8まで勝ち進みました。これね、正直我々ね、ガチで PK 戦ライブで見てましたよね。もう鳥肌立ったよ。ちょっと説明してあげて。それ、2回戦のガンバ大阪戦は PK 戦の末、見事に勝利しました。そうそう、すごい、2対8対7で、いや、なかなかこう出てくる選手が、キッカーでね、僕はどうなるのかなと、こういう風な気持ちで我々見てたじゃないですか、だからガンバの選手出てきたら背高いのよ。そうなんですよね。ほんで次には決めたか、で制限の選手がスーッと来るんだけど、大丈夫かこれ、ちっちゃいんですよ。いい、ね、もうカテゴリー違うぐらいの、ね、違うぐらいの体の差がありましたよね。しっかりと決めていくっていうのがもう本当に見事でしたね。そんなですね、今日は全国大会を終えた U15 の3選手からコメントが届いています、そちらご覧ください。ご覧ください、どうぞ。13番フォワード日浦修理です。予選では勝ち切ることができず引き分けばっかりだったので、決勝トーナメントではしっかり勝ち切ることができたのが良かったです。個人としてはフォワードとして決める場面で決めれていないので、今後からはしっかりと意識して決め切りたいです。
1番田島善です。今回の全国大会はベスト8だったので、冬の高窓ではそれを超えるように頑張っていきたいです。個人としては予選では調子が悪くて力が発揮できなかったけど、決勝トーナメント行ってから調子が上がってしっかり守りきれたところが良かったです。背番号2の須田翔太です。結果はベスト8だったけど、プレーの内容では相手に負けていたので、冬の全国では相手を圧倒して優勝できるようにしたいです。個人的には、自分のミスで失点したり、まだまだ課題が見つかったので、そこを修正して、冬までに直せるようにしたいです。次のリーグ戦は冬の高窓にもつながるので、全勝して、1位で高窓に臨めるようにしたいです。はい、そうですか、うん、もうちょっと負けた悔しさというか、うん、はい、これ選手の皆さんどうなんでしょうね、うん、ベスト8に行ったっていう喜びの方が強いのか、うん、悔しさの方が強いのかっていう部分も、うん、僕はちょっと知りたかったんですけど、うん、多分我々はベスト8すごいなって思うんやけど、うん、ね、多分選手はくそーっていう思いが、はい、そうですね、そんな感じしましたね、うん、そんな感じがしますし、うん、はい、もう次に行ってますよ、うん、もう次に目が向いてますよね。僕やったらまだ絶対あれですよ、もう焼肉とか寿司とか連れて行けって言ってまだ調子に向いてるかも分かんないですよ。頑張りに勝ちましたからね、なんか、ねえ、はい、いやーでもしっかりしてる、はい、もう高円宮冬の、はい、やっぱりもうこの夏よりもいいところに行きたいっていう気持ちだから、うん、そこまでの準備というところもね、はいはいはい、うん、ほんであの最後 の、 あのコメントくれたあの布施田選手、はい、お父さん知り合いなんですよ。へ、そう、お父さん用意してもらったんですけど、す、ね、先ほどお父さんに電話してしまいました、思わず見た瞬間に、あ、出るよって言って、もうでお父さん知らんかったんですよ。あ、そうなんですね。マジでっていつも見てんのにって聞けないわとかって言ってたいやでも、はい、その布施田選手、僕新聞ずっと見て、はい、あ、ネットニュースかな、うん、大会の優秀選手はって見てて、うん、ベスト8やから入ってるでしょと思ったら、あれ、あっ、ね、いう制限が一人、すごいですね、すごい、この中でっていうのは、そうで、もう結局は敗戦はセレッソ大阪に 0-3 で負けたんですけれども、はい、結果、うん、セレッソ大阪が優勝しましたから、はいはい、そうですね、だから日本一強いチームの実力を知ってるわけですし、はい、本気に出させたわけですから、うん、おのずとそうなると練習がどういうことをすればいいのかっていうのが分かるわけですよね。もちろんですね、まあ、意識も上がりますね。そうですね、はい、こういうところで勝てなかった、はい、こういうところは通用したっていう部分なんかをやっぱ細かく、うん、そうですね、やっぱ分析とかしていく、はい、もちろんですね。辻尾さんはその中学5年代って高校の時はもうすごい選手ですけど、いや違いますか、はい、中学校の時とか比べて どんな感じ、いや、もう受け答えも素晴らしいし、僕はもう本当に普通の中学の部活でサッカーしてたので、ええ、うんうん、いや、もうガンバに行くコーラなんかほんますごいコーラばっかりなので、そういうコーラに勝ってるのでね、うん、もうガンバのジュニアユースなんてもう本当に全国から来る、まあそうですよね、コーラもいるので、ええ、そこに勝つって本当に大したもんですよ。まあ、結果ね、ガンバは得点は取ることはできなかったんですけど、はい、取らせなかった、はい、そこで PK にもつれ込んで PK で勝利したということですから、こ、う、れ、ん、も自信もですよね。もうもちろんですね、いや、ちょっとこの中から、うん、はい、トップチームの選手って出てくるの違います、ね、出てきてほしいですよ ね、 ですね。もうあと何年ですか、3年、もう3年ですよ、3年後もうすぐ、うん、ね、はい、すぐですからね、まずここの選手たちが、はい、まずユースに、はい、ちょっと待ってよ、はい、違う J のチームのユースなんかいかんやろ、それは困りますね引き抜かれたりしたらね、やっぱそれはね、はい、そういうチームも、はい、制限のこの子にはっていうのでも、うん、もちろんね、あると思いますけど、はい、でも、まあ、でもそれはそれでね、はい、もう個人の能力を上げて、うん、で最終的にトップで制限に戻ってきてもらって、うん、活躍してもらうっていうのが我々の願いですから、はい、そうですね、もう我々のサポーターっていうのはもう生涯変わらないわけですからね、うん、いやアカデミー応援していきましょうよ、はい、そうですね、ちょっと、まあ、もうとりあえず、まあ、結果皆さんはどう思ってるか分かりませんけれども、はい、ベスト8おめでとうございます、はい、ありがとうございます、もうよく戦いました、はい、さあ、はい、それではその他のね、はい、その U15 は次の試合はリーグ戦で8月27日土曜日に長野パルセイルと金沢大学ソルティーロフィールドで対戦します、はい、まあ、リーグ戦もね、うん、もうすぐあるんですね、戦っていかなダメですし、うん、はい、まあ、大変やと思いますけれども、はい、コンディションをね、はい、怪我とかも注意していただいて、うん、
さあそれでは、はい、各年代他の年代の結果と予定の方もちょっとご紹介しましょうか、はい、まず U18 今週試合はありませんでし た、はい、プリンスリーグの次節が8月27日土曜日、うん、松本山雅の U18 と対戦、こちら明日ですね、うん、明日ですよね、明日、はい、ぜひとも頑張ってください、はい、さあそして U14 も今週の試合はなかったんですね、はい、県クラブユース新人戦が8月27日明日、うん、そして県一部リーグが8月28日日曜明後日あります、連続じゃないですか、うん、ね、頑張ってください、頑張ってください。さあそして U13 も今週は試合がありませんでした、はい、リーグ戦次節が8月27日土曜、北信越リーグ第10節が堺フェニックス丸岡と対戦です、うん、はい、はい、まあ本当にこの U15、U14、U13、はい、頑張ってますよね、はい、頑張ってますね、まあ、U12、うん、11も頑張ってますから、はい、もういろいろとね皆さん本当に、はい、このコーナーでアカデミーとかね、はい、スクールとか紹介していきますんで、はい、ぜひとも応援の方よろしくお願いします、ね、お願いします。いやプレミア参入っていうところも、はい、U18 はもうかかってくるでしょ、はい、そうですね、だから負けられないと思うんですけれどもね、うんうん、はい、これちょっと我々もどうな、今どうなんですかね、ちょっと応援とかまだいけないんですよね、家族だけなんですよね、ね、うん、まだいけるようになったらこの U18 とかも、うん、U15 もちょっと応援に来たいですよね、うん、さあそれでは最後になりますけれども、アカデミー各年代応援します、挑戦の目利きのお知らせお願いします、はい、水源金沢のアカデミースクール BFC を応援する挑戦の目利きでは引き続き皆様からのご支援を受け付けています、うん、個人会員様は一口3000円、はい、法人会員様は一口1万円です、うん、ご支援のほどよろしくお願いします、よろしくお願いします。さあこのコーナーではアカデミー情報、スクール情報を随時お伝えしていきます、はい、まあ、選手への熱い応援の方もね、メッセージの方も皆さんくださいよろしくお願いします、はい、お願いします。以上杖剣フューチャーサポーテッドバイ人形の堀川でした。さあ、はい、星野 P がね、はい、もうこのぐらいで終われるなって思ってたんですけども、はい、今からインフォメーションですかね、長い負けさあ、はい、ということでじゃあね、これ重要な、はい、明日がねアウェイの甲府戦なんですけれども、楽しいイベントもありますからね、うん、こちらの方教えてください。はい、明日27日のアウェイ甲府戦ですが、なんと杖剣金沢がやってくる2022 in 加賀山中温泉を開催します。はいはいはい、まあこれ2019年でしたから、前はね3年ぶりの山中の開催ということで、イベント盛りだくさんですし、ここ重要なんですけども、僕行きますからね、また2019年も行きましたけども、はい、まずは食ですね、やっぱり12時から山中座のイベント広場でキッチンカーやブースの出店があります。これねちょっとねお伝えしておきましょうかね、まずね、あのブースの方なんですけれども、あの山中商工会の青年部の皆様がかき氷、こちらの方をしてくれるということで、味もいろいろあると思います、はいはいはい、そしてそのお隣が辻酒販さん、これドリンク販売ありますから、うん、まああのね喉も渇くと思います、うん、さあそして三食品金森さん、以前杖剣金沢 の茶屋街にもゲスト出演していただいたことあるんですけれども、はい、あの和牛の串焼きとか ね、 最高ね、焼き鳥とかね、うん、ちょっと飲みながら、うん、ちょっとつまみたいなっていう、そういう風なもあるということです。そしてキッチンカー、はい、来ます。そうです、まずねこれもね6店舗キッチンカー来るんですけれども、そんなに来るんですね。そうなんですよ、うん、まずがねイルグランディーノさん、はい、こちら加賀市でイタリアンのお店を経営されているんですけれども、これがキッチンカーとして食べることができるということですよね、はい、うん、そして宝商店さん、はい、食べ応え十分なダージーパイという、はい、ダージーパイってね一つね、あのね鶏とかをね、うん、このぐらいにねペチャンとしてこんな感じになってるパイなんですよ。へー、でかいですね。でかいですよ。こんなになってる。あれですか？皮。そんな感じ。俺も一個食べてんけど、食べ応えすごいなと思って。はい、こちら宝商店さん。そしてあんやとさん、はい。さつまいもスティックやレモネードなどメニューも豊富にありますし、はい、揚げ芋餅なんかもちょっと気になるものがありますね。もう全部大好きです。そうですよね。はい、そしてタコさん。はい、これ剣でやってるたこ焼き屋さんなんですけれども、もう外がカリッカリ、中がトロトロっていうね、間違いない、はい、味もねソースだけじゃなくてね、あの醤油とかポン酢とかもあるんでね、いいですね、なかなかちょっと美味しいですよね、うん、さあそしてピザバスジャコボさん、はい、これちょっとおでかいキッチンカーなんですけども、よく一緒になるんですよ、僕も出店した時とかに、はい、本格的なピザです。こちらの方も楽しんでいただきたいと思います、はい、さあそしてもう1店舗が、はい、私行きます、はい、
大さん売るんですか。よくステージをしながら、はい、自分でも売る。キッチンカーの中ね、あれシャイと言ってる。そうだね、作ったりとかやってると思います。はい、すごい。ね、まあ、そういうのは大好きなんだ。あの最近芸人さんで、はいはい、あのキッチンカーやってる人増えてきたでしょ。あ、そうなんですか。ラッスンゴレライとかもやってるんですか。はい、フルーツサンドとかやってるとか。へー、そうそうそう、そうなんですね、うん、だからね、あのなかなかちょっと、うん、そのもちろん試合は盛り上げるんですけども、はい、その試合の時間帯に向けて、うん、みんなでグワーッとこう、はい、勢いを上げて盛り上げていこうかなと思いますんでね、はいはい、ぜひとも皆さん早めに来ても楽しめますんでね、はいはいはい、天気も良さそうじゃないですか、うん、晴れになってませんでした。もう夕方見たら、ちょっと曇り晴れでしたね、うん、じゃあ天気は大丈夫そうです、うん、大丈夫かな、うん、はい、はい、そしてですね、うん、場外広場ではステージ演出もあるということで、はいはいはい、歌の間さんによるライブや、うん、小松ルアナーズによるキッズチアのパフォーマンスも予定されているということです。そうなんですよ、うん、あの聞いたんですけど、歌の間さんっていうのは、うん、ギターとあの沖縄ジャミスの三振のこのユニット2人組ということなんですけどね、はいはいはい、言うてくれと俺もギター持ってるね。さあということで、はい、まあ、いろいろなイベントもありますし、はい、うん、6時からは、うん、午後6時からはパブリックビューイング、はい、ヴァンフォーレ甲府戦ですからね、はい、こちらは前と同じ山中座の中のホールで実施いたしますんでね、うん、あのもう一日イベントまで皆さん山中で遊びましょうよね、うん、はい、アイスストリートなんかもあったりするんじゃないの。そうなんですよ、アイスストリートとの共同企画でオリジナルアイスを販売する、うん、湯の本町商店振興会のお店を回って引き換え券っていうのを集めると、引き換え券の枚数に応じて景品と交換ができるそうなんですよ。ちなみにね、うんうん、今僕手元にあるんですけれども、はい、オリジナルクリアファイルっていうのもまずあるんですけど、これ見える、かっこいいですね。かっこいいでしょ。なんか対象の13店舗がありまして、うん、そのアイスのね、それで1店舗行けばもうこの1枚もらえるそうですよ。機械券1枚、このクリアファイル本当ね、めちゃくちゃかっこいいね。これめちゃくちゃいいですね。かっこいいですね。かっこいいですよ、うんうん、で引き換え券2枚で、あの菊の湯の入浴半額券、うんうん、そして引き換え券5枚集めたら杖源金沢ホームゲームの観戦チケットがもらえるそうです、うんうん、なるほどなるほど、はい、はい、そうなんですね、あのぜひとも皆さんこの企画にも参加していただきたいと思います。なんか立つ大工でこの企画行ったんですよ。企画っていうかあのアイスストリートに、うんうん、俺ら見てたよ。あ、そうです、そうそう、すごいあのいろんなアイスがあって、あのラー油アイスとか言ってたじゃないですか。そう、あの長楽さんのね、そう、ラー油の、もう二木さんのところ行ったら長楽のもうラー油かけてアイス食べんねんけど、なんか絶対合わんやろうと思ったらなかなかハマってもたんですよ。いいからでもしくて、いろいろなアイスがあるからね、ぜひ楽しんでいってください。はい、よろしくお願いします。はい、あとなんかどっかその辺の散歩する企画なんかもあるでしょ。そうですよね、あの角栓渓ですね、うん、あのすごい綺麗な川のところ、うんうん、そうですね、そこ1時間ぐらいちょっと散策するっていうような、そういうイベントなんかもぜひと皆さんご参加ください、はいはい、さあそれではインフォメーションその2行きましょう。はい、プレイヤーグッズ第7番スマホケースの予約受付が始まっています。はいはい、今回は、うん、これは どういう、あ、すごい、これめっちゃかっこいい、これこれ衝撃、はい、めちゃくちゃ強ないですか。そうですよね、これもこれも、あれ、わ、めっちゃいいですね、これ。そう、しかも2種類あるんですよね、うん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 、グリップケースとマルチ手帳型スマホケースですね、はいはい、何これ、ね、めちゃしっかりしてるし、これもめっちゃしっかりしますよ、これ、うん、こちらなんと2商品とも好きな選手、そして応援したい選手を選びいただけるということです。番号が選べるんですね。あ、もうつけてる。あ、なるほど、こういうことね。いいですね。わ、すごいね、まあ、しっかりします、ね、カードも入る、うん、ユートって書いてあるこれ、はい、そっちはこれトヨタです。あ、トヨタ書いてある、はいはい、これいいですね、うん、これめちゃくちゃいいじゃないですか、うん、こちら今年のユニフォーム柄になっているんですけども、うんうんうん、どちらの種類もブラックカラーがあるそうなので、気になる方はそちらはぜひチェックしてみてください。そうですよね、あ、今出てます、ほら、これ申し込みはどこでするの、うん、申し込みは杖源金沢オンラインショップからお願いします、はい、期間は8月28日、あさってですね。そうよね、あさってまでなので皆さんもやってたらぜひお買い求めください。これちなみにおいくらかって言うとった方がいいんじゃないですか。ちなみにおいくらですか、これ。あ、もうね、あの
おいくらですかって言ったら、もうあの、私に言われてもっていう、あなたに言わないで誰に言うのこれいくらなの、これちょっと値段は気になるからね。たい平さんが持ってるその手帳型は2750円くらいだったと思います、はい、で、通常さんが持ってるのは2950円くらい、まあこれも推し選手があったら、はい、これちなみにその iPhone とかどのサイズに入るこれ、あの結構な種類、種類を選べる、めちゃめちゃどんな種類、どんな種類でもいけるんや、 iPhone の13からいろんなやつまで、たい平さんの方は、うん、あのスライド式に、あ、なるほど、たい平さんのは結構なってるので、そうカメラをこう、カメラの何、うん、サイズを気にしなくていいので、うん、あ、なるほど、なるほど、あ、そう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 、ね、ありがとうございます、うん、もしもしって言うのね言えたって、いいなぁ、ブラックカラー、僕らあの今初めてこれ手にして見たから、うん、普通に進行忘れて興奮してましたすごい、めちゃくちゃいいですこれ、めちゃいい、いいですね、はい、しかもそっちの辻尾さん持ってるやつ落としても割れないやつですよね、あ、そうそう、硬い、硬い、そうですね、対衝撃、すごいね、はい、あの結構みんな結構知るやつだな、うん、そうですね、うん、でもこんな大事なもん落とさんでしょっていうねまあ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 、うん、いやこれは皆さんあさってです、あさっての11時59分まで夜午後やるんですか、うん、あ、そうです、あ、そうですね、はい、あさって中に皆さん、はい、はい、お買い求めください、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、続いて、うん、3つ目です、はい、長崎線で実施予定でした200発の打ち上げ花火を9月3日土曜日の東京ヴェルディ線で実施することが決定しました、あ、そうなんですか、はい、同じ200発、200発です、あ、よかった、はい、19時50分頃のハーフタイムですね、うん、ね、そちらで打ち上がるので皆さん楽しみにしていてください、はい、いや、これだから9月3日ということはまだちょっと長期予報、天気予報がどうなるかわからんけども、うん、そっか、晴れてほしいね、そうですね、俺も200発みたいに見たいな、はい、はい、こちらも楽しみにしてください、はい、さあそして3つ目です、はい、続いて有料コンテンツリアル通言のお知らせです、うん、リアル通言では試合後の記者会見映像、試合直後の選手の喜びの姿など、はい、貴重映像を配信しています、うん、こちらもぜひ お申し込みください、お楽しみください、はい、よろしくお願いします、リアル通言は月額550円ということになっております、はい、さあ37分になりそうだということで、お、何か入ったぞ、何ですか、え、あ、ここでお知らせですね、はい、先ほどね、アカデミーのところで紹介しました U15、うん、明日の試合なんですけれども、はい、長野パルセイロ戦はこれ中止になりましたという、うん、まあ、ちょっとコロナの影響ということなんでね、はい、明日の U15 は中止になったということです、はい、はいはい、お知らせしました、はい、さあそれではエンディングに行きましょうか、さあエンディングに行く前に、はい、ちょっと天の声さんを呼びましょうよね、うん、あの天の声さん、はい、いろいろと来てると思うんです、うん、今日は、はい、いい情報とかもありましたから、今ね、スパッチャーいただきました、はい、ありがとうございます、ホリケンさんからです、うん、本日もお疲れ様でした、ありがとうございます、休養十分で迎える明日の甲府戦はこれまでの流れを変える試合にしてほしい、うん、こっからやぞとコメントいただいてます、ホリケンさんありがとうございます、もうこっからですよ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、その他にもスマホケースの話とかも来てると思います、それ来てない、ないです、来てない、興味ない、はい、マジでもうみんな買ったんですかね、200パチの方が、うん、そうなんや、俺らめちゃくちゃ興奮しますそこはね全然来てないです、来てないですかあとは、うん、ちょっとユース、あ、小野原選手のところもありますね、うん、そろそろ小野も決めてくれそうな気がしているとか、小野原選手いい男ですね、いい男です、小野原選手次節やってくれそうな予感、うんうん、チームを引っ張ってくれそうな雰囲気がすごくいいですよねと、うん、なんかすごい男性の視聴者からかな、うん、なんかいいっすね、いい男とか、うん、男性から言われるって、いや、 やっぱりね、そういう部分で自分がね、そうありたいという風な思いがあるんですよ、うん、そうですね、うん、あとはユースのところは、ユース年代のどの大会が規模が大きくて目標にしているなる大会なのか知っておきたいですねっていう、うんうんうん、まあ、今回のね、はい、全日本のユースとか選手権なんかもでかいですし、うん、まあ、冬にある高円宮なんかもね、はい、やっぱ大きい大会ですよね、う
そうですね、全国からね部活動を含め集まる大会は、だって選手たちっていうとそこで結果を残して上のカテゴリーに引っ張ってほしいっていう思いがもちろんありますから、あとは、山中温泉、楽しみですと、行くんです、ぜひとも来てください。たい平さんは何のお店ですかと質問来てます。あ、僕ですか、僕はね、紹介されてる中での焼肉丼とか、ちょっとね、焼肉丼出てますよみたいなのがね、コメントね、制限の方のホームページからもあったと思うんですけれども、パワーをつけれるようなそんなものを出させていただきます。ありがとうございます、楽しみに、しておきましょう皆さん。はいはい、あとは今のはあの人のコメントじゃなくて今のは天の声ちゃんの、私も、ありがとうございます。ありがとうございます。あとはなんか視聴者の方でお一人、今日誕生日なので、明日勝利のプレゼントお願いしますと。ああそうです、ね。ムームーさんかな。ああもうムーさん。ムーさん。ムーさん。はい。明日誕生日ですか。今日誕生日ですか。今日誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ぜひともそんなのどんどんアピってください、はいはい、ありがとうございます、はい、そうですね、あと甲府のサポーターさんからさっき、スパチャいただいてますけど、多分、ビジターサポーターでいただくのは初めて、初めてですよ ね、 ということでね、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、杖源のサポーターの方なんかも、他のチームがこういう風な番組があったりとかしたら、ちょっと対戦相手になるんやったらちょっとこう見たりとかっていうこともね、今後ね、ぜひともしていきたいなという、そういう交流なんかもいいと思いますね。他気になるとこありますか。最後リセルさん、スパチャいただいたコースサポーターさんから、これからも配信楽しみにしていますと、ちょくちょく来ますと。どうもありがとうございます。ありがとうございます。杖源のねホームゲームで、ゴールとか言ってんのがこいつなんですよ、覚えておいてください。ありがとうございます。さあそれではエンディング、もうプロデューサーがね、40分押しましたね。はい、いやいやいやって言ってるからね。わかりました。じゃあ今日はここでエンディングということでね、明日なんですけれども、ちょっと2週間ぶりの試合ということになりますよね、もう結構もう山中に来られる方は山中で一緒にパブリックビューイングで応援しましょう、そしてダゾンで見られる方はぜひともまたそこはそこでね、またもうご家族で一緒に応援していただきたいですし、各いろんなところでお店なんかでもパブリックビューイングあるみたいなんで、もうぜひともね、喜びを共に分かち合うような、そんな試合に期待したいですね。はい、ということで今日はここまでです。また来週。さようなら。さようなら。